はい、皆さんこんにちは、なっちです。今すごい尿意動画始まって5秒目ですごい尿意っていうね言葉を流す人です。さあ、尿意 VS チャレンジダンジョンレベル10でございます。俺が尿意になっちゃったわ。尿意とも戦いながらチャレンジダンジョンレベル10でございます。初見です、行きましょう。今回ね、そうか、カラフルのまんまか、非軽減のまんま行こうかなと思ったけど、まあいっか、カラフルで。カラフルの方がなんだかんだ安心できますね。さあ行きましょう。リンシアもうやめてくれ。リンシア、ほんと、リンシアとビシヌはやめてくれ。絶望しかない、絶望しかない。やばい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 。ほんとにソニアおったし、ここにおったか。ここが青かね、赤だったら楽だったんですけど、ちょっと回復1コンボでこれ間に合うのかな。もう欠損とか知らんよ、いっぱい消すよ。ミカエルとセレスがいるから自動回復がそこそこ頑張るはず。てかスキル封印か最初。違うやないかーい。てか自動回復した今2万必要か。よしよし、まあ回復2コンボある盤面まで待てばいい話なんで、まあそんな辛いことではないですね。ないですね。そもそもないですね、これ。かといってこれ倒してもいいのかな？倒すか。倒してみるか、じゃあ。倒すまではやんない方がよかったかも。召喚させればよかったかも。お願いすーちゃん、お願いすーちゃん。やばいぞー。まあ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 、ニフロアメの敵わかるんで。おっと。ですよね。ですよね。あ、でも、ステータスが低くない？低くない？ステータス。前回4万とかなかった、これ。お、ちょっと希望が見えてきました。死んで希望が見えるね、バカです。ついに欠損。やばすぎでしょ。では、召喚させたいと思います。召喚の調整はね、これぐらいでいい。これでスーちゃんが飛び出す。あ、回復した。回復したけど3万まで欲しいんだよね。これ1回でセレスはまあ確定でしょう。これ見てこれ。スーちゃん調整。素晴らしいと思わんかね。お願いスーちゃんしたんで、できればこの盤面のまま行きたいですね。まずセレスは使いましょう。もう絶景かなは知らん。で、水のウェイを組みまくって頑張る。あ、もうすでに組めてない。倒せるんですかね？非常に気になります。ここまで取り返しましたよ、HP を。ドスコイ。で、あとは、なんだっけ、銭投げか、あと、あれですよ、あれ、なんだっけ、すぐ忘れる。銭投げじゃなくて、煙幕。煙幕がいいな。煙幕弾くパターンがいいな。弾け弾け弾けくるみ。ミカエル使おうか。回復まずいね。見えないね。磨きます。水を消してから列を組んで回復がドーン。なぜ分割したんでしょうかね。水欠損。まずい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 。根性が消えません。絶景カナが来なければいい話なんで、根性消えた時に欠損しとるよりかはいいですね。ちょっとパズルがね、あかんですね、これ。大丈夫ですか？おし、根性消えた。根性消えて、絶景だ。絶景だ。何も絶景じゃねえよ。はいはい。復帰。復帰しました。弾け！弾けくるみだ！オッケー！弾けくるみしたとこで、列組んで。葬ります。じゃあな、ゴエモン、お前の出番ここで終わり。斜めが決まんなかったけど。チレコインばらまいてチレ。よし、3回ブラックディメンション。あれ、今回ちょっと優しいか。ブラックディメンション来たんで、神タイプはミカエルだけか。セレスがたまるんで、よしよし、ここはもう遠慮なく殴っていいわけですね。さあ行きましょう。パズルがね、なんか安定してないのは、こんなこと言ってますけど緊張してます。ほら、ミスった。ブラックホール。ほら、強くなくない？今回ちょっと強いか。ブラックホールって、あ、ちょっと強いな。
本当はもうちょっと弱かったはず。ほらミスった。まあ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 、見とけ見とけ。なんか使いたい。アルテミス使っていいですか？使います。レッツ組もうか。レッツ組めるか？一瞬で疑問形に変わりましたけど、レッツ組まん方がいいな、これ。普通に、ウェイ攻めでいこう。ああ、なんかもうよくわかんない。ロックコンボしときゃよくねみたいなパズルになりました。よし、ここで、頑固。頑固きます。きます。別にミカエルをここで戻しておく必要があるのかないのかで、まあ、先生あっても怖いから使っとこうか。で、あとはここでコンボができればもう倒せるはずなんで。いや、倒せんな。さっきあれで倒せたからちょっと微妙ですね。列が欲しいか。いや、でも列組む余裕はない。ウェイウェイ。ポンポン、ウェイウェイウェイでいくか。よし、いったるで。ここでウェイ。で、こうする。あちゃっちゃっさっす。まあ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 。なんとかなるんじゃないですかね。よし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 、いけるんじゃないこれ。また4回だった。鼻っから、ここでソニアさんが亡くなるわけですね。なるほど。鼻っから来るか。目覚め欲しいけど、ボス戦で変換ないのまずいんで、これで倒せることに祈りますけど、これ盤面によっては確か耐えるんでね、この人。泥強もないからね、しかも。落ち込ん来てちょ。はいはい。違うな、水か木で欲しかったな。はい、耐えた。ありがとうね。あそこ運ゲー。あそこ運ゲーだわ、ちょっと。いやー、きつい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 。だからね、本当はね、継承させてからね、アルテミスにスクルドとかつけたかったんですけど、あ、こっからか。こっからか。すごいなんか、今の時間長く感じた。じゃあもう一回スーちゃん調整します。はい、これスーちゃん調整です。嘘です。受けるんかい？受けるんかい？何パーですかね？ 60% か。もうそろそろ辛いんだけど。落ち込みいいですね。まあそうだな。はい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 。アクイーン弾いていきます。あ、今の落ち込みはいらんのじゃない？与えました。スーちゃん来ますよね。スガキやスーちゃん来て、とりあえずここは倒さないと、ねえ、あれですよね、きっと。あたりが静まったの後のやつが来るんですよね。まあ、だいぶここまで荒れましたよ。で、ゴエモンは、もう、ミカエル使って殴るしかない。そう決まっている。もう、やることは決まってきましたよね。
流れはできてきましたよね。まあ多分死んだのはこういうとこカットしてるんで分かんないと思いますけどとりあえず流れ的にはソニアを運ゲーで倒してここをミカエル使ってとりあえず削る。ラッキー。これがね絶景かな連発されると負けるんですよね。やっぱりなんでここもやっぱ運ゲーです。てか五右衛門戦は完全に運ゲーです。よし、いい調整。絶景かな。これしかもリーダー触れに来るとねセレスでもだいぶ追いつかなくなってくるんで、そのね絶景カナもねまあ来てからワンチャンありますけど、セレスが残ってるか残ってないかでまた難易度がぐんと変わると思います。でドスコイ、まあ、これもねそんな痛くないです。オッケー、ゴエモン突破。ここまではそんなにね難しくないんだよね。次のね、こいつがさ、落ち込んがさ、調子乗るとさ、やばいんだよ。調整したかったのにさ、なんかやばいこと起きたからね、一回。よし、今、列組んで、ラッキー、ラッキーラッキー。列組んで、6コンボ以上すれば倒せます。おそらく。あと、水消せば。で、4回。で、ここもちょっと運ゲーです。緑ソニアさんがいい陣を出さないと済みます。これ完璧。ウェイ入ったら倒せます。2列プラスウェイがあると倒せることが分かりました。こんだけ死んでね。オッケー。なんかスムーズに来れるんだよ。ここまで。あ。木のマキナ。火のマキナ見たことないですね、そういえば。よいしょ。よし、ようやく勝てる。一回ね、水マキナをね、殺したのに、なんでもう一回やってるかっていうと、僕が、パズルを最後ミスったからです。適当に覚えていた火力配置やったらミスって、で、結局、なんか悲しい結果に終わったんで、やり直しました。はい、お疲れ様でした。いやー、まあこうね、今回すごいスムーズに来ましたけど、流れつかめないとなかなかめんどくさかったですが、前回よりははるかに簡単なダンジョンでございました。まあ、火マキナ出なかっただけ良かったですね。まあどうせ属性変えるんですけど、そう、前回スクールドフレンドでクリアした時に、なんかまとめサイトにね、載ってたんですよ、その動画が僕の。ありがたかったんですけど、ナッチはリダフレテミスでチャレ中クリアできないカスやでみたいなこと抱えとったんで、ちょっと今回はリダフレで頑張りました。別に僕はねリーダーがねテミスだったらね僕の中では全然 OK なんですけどね。はい、ということでチャレンジダンジョン10でございました。バイバイ。